訳はまだ言えないけれど、確かに感じた人の優しさ、傷つき打ちのめされた孤独な子猫のように逃げながら生きていることに気づいたよ。素直な気持ちで風に吹かれて、ありったけの優しさで笑ってみたらきっと強くなれるよ。ああ神様、この僕にもう一度チャンスをください。ああ僕はもう やつだ。